お疲れ様でございます。本日のコイン月光です。本日は7月17日深夜3時ですね。えー、本日はですね、本日本日と言ってしつこいんですけども、あの NFT についてちょっと見ていこうかと思います。実はこのコイン月光 NFT も流通してるわけなんですよね。えー、そちらの動きをウォッチすることができます。こちらの方に NFT ってあるでしょこちらの方をちょっとね、押してみましょうか。まずは最低価格ってところに行ってみます。えー、そうするとね、 現在の NFT のやり取りが、このコインゲッコ上でウォッチできるんですよ。こちらの方にも、今日の時価総額書いてますね。70兆円ぐらいだと思いますね。で、そのために使われている通貨とランキングです。まずは、イーサリアムベースで作られた NFT なんですけども、退屈なサルヨットクラブっていうものが、ね、ありましたね、これ最近急騰してるわけですよ。ぐっと値段上がってるでしょ。で、えー、ノードモンクスっていうのもあります。これはビットコインベースですね。 0.18ビットコインで購入するまあ流通しているってことになります結構な金額ですよねだから2 3 0 0万っていうところじゃないですかでこれも最近価格が急騰してるんでこの NFT を買った方は大儲けって感じですよねえそれからイーサレオンベースのミレディメーカーってやつですねこれが5 0 4イーサーということでございます今1イーサが50万くらいなんで軽く250万円くらいに急騰したってことでしょうね これも値上がりして大きく利益をもたらしてますね。それからソラナベースのものもあります。このようにご覧いただくと NFT は未だに流通していてそこで利益を得ることができるっていうこともわかります。また NFT についてはその裏付けとなるベースのコインがビットコインだったりソラナだったりイーサリアムまあイーサリアムが多いんですけどね。 まあこういうふうに NFT 業界が盛り上がれば、イーサリアムもそれに必要になってきますんで、イーサリアムも値上がりってことになります。まあつまりね、イーサリアムで利益を出したかったら、こういうふうに NFT 市場を見るってことも一つの方策としてあるわけですよね。その他、この画面から読み取れることっていうのはかなりありますけども、まあ今日はね、そこまでいきません。まあコインゲッコで NFT がちゃんと見れるってことと、一時期一世を封うした NFT、きちんとこうやってマーケットがね、維持されてるってことです。しかもでかい、 金額のマーケットででですすからねバカにできないよってことですはい、じゃあ、暗号通貨に戻りましょうか。はい、元通り、いつもの画面でございます。ビットコインが1000万、イーサレムが54万、その他、リップルが90円を超えて、なかなかの値段。で、カルダの70円を回復して、これから80円に向かっていただければいいんだなと思いますよね。時価総額はまだ400兆円届いてませんので、私の、 このね、基準では、まだまだ、平均にもいってないってことなんで、これからですね、430兆円目指して、さらには450兆円、460兆円というふうに、天井を越えていっていただきたいかなと思ってます。それでは本日は以上です。お疲れ様でした。